グナイウス・ドミティウス・カルーイヌスは、紀元前1世紀の共和制ローマ期の政治家、軍人である。ノビレス出身で、紀元前53年と紀元前40年に、失政官を務め、ガイウス・ユリウス・カエサル及び、アウグストゥスの側に味方して戦った。カエサル派として、紀元前53年に、失政官に選出されたが、政治的なスキャンダルに見舞われた。 紀元前49年からのカイサル派と、元老インパとのローマ内戦では、カエサル側に立ち、ファルサルスの戦いで、カエサル軍の中央部軍を率いて、勝利に貢献した。戦後カエサルによって小アジアの統治を任されたが、ポントスとボスポロス王国の王ファルナケス2世が、内戦の間隙をついて小アジアへ侵入を図り、ポントス軍と激突したが大敗を喫した。 紀元前47年8月にカイサルがゼラの戦いでファルナケス2世を破り湿地を回復ドミティウスは失敗にもかかわらず処罰は受けなかったがその後の戦いで起用されることはなかった紀元前44年3月にカイサルが暗殺されたがその前後の行動ははっきりしない紀元前42年のフィリッピの戦いでは オクタヴィアヌス及びマルクス・アントニウス側に就いたが、イオニア海での戦いでは、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスに敗北して二個軍団を失った。結局、フィリッピの戦いでは、第2回3党政治側が勝利を収め、ドミティウスは、再度の失敗にもかかわらず、紀元前40年に2度目の失勢官に選出された。紀元前39年から、 プロコンスルとして3年間ヒスパニア総督として派遣され、無事に統治を終えた後に、ローマで外戦式を行った。その後の足跡は、はっきりしないが、碑文によると、アーベル・ブルズレンのメンバーとして、ドミティウスの名があり、この碑文に記された、紀元前20年まで生存していたことは確実である。ありがとうございます。